今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画は、大阪戦争シリーズの第7話です。前回をご視聴していただくとより理解しやすいと思います。良ければチャンネル登録していただいて、他の動画もご視聴ください。それでは本編へ参りましょう。逃亡さて今回は、なるみさんの逃亡生活の前半についてお話ししたいのですが、資料によりかなり内容が異なっています。 ですので聞いた話とは違うということもあるでしょうが、そのあたりは資料違いだと思っていただければありがたいです。潜伏時期や場所については、一応、裁判記録での中正会組員の事況内容に一番重きを置いて説明したいと思います。昭和53年7月11日、ベラミから逃走した後、ベラミからそれほど離れていない花見工事の公衆電話から吉田会長に連絡を入れます。 連絡先は吉田会長の愛人宅だったようですこの愛人は27歳で元だるま堂の従業員でしたまたもともとは初代吉田会長の愛人だったとの資料もあります襲撃の成功見込みを報告した後今後の闘争の相談をするためタクシーで吉田会長宅そばで話し合いが行われますが夜も遅かったためか その時はこれといった解決策は見出せず翌日の再会を約束し別れますその後はなるみ食堂に戻り風呂に入った後2時間ほどで事務所に用があると言い残し家を出ますこの段階で犯行から4時間後12日の午前2時くらいでしたその後タクシーで会長の愛人宅へと向かいそこで13日まで身を隠しますこの時 襲撃失敗をめぐって吉田会長と口論になったとも言われます。またこの時吉田会長から逃走資金200万円を受け取った情報もあります。13日夜、吉田会長はタクシーで上部組織の村田組長に報告に向かいます。その後、吉田、村田の両名は本家の貸組長のもとへと報告に向かいました。貸組長は驚いた様子でしたが、やったもんはしゃあない。 と対策を練るため2日間ほど待てと指示し15日に再会談をすることで話はまとまり解散しますおそらく14日の朝成美さんは東京へと向かいます一度タクシーで奈良県経由で名古屋まで行きそこから新幹線光に乗り換え東京の京王プラザにチェックインしました翌日15日本来は貸し組長宅での会談予定でしたが この時すでに警察側は成美さんの犯行ということは割り出していたため関係組長宅の警備が厳重だったのもあり電話にて吉田会長へ指示が行われますその内容は「忠誠会に話は通したから幹事長若頭の衣笠豊さんを頼れ」というものでしたこれを受け吉田会長は衣笠さんに連絡を取ります すでに事情を聞かされていた衣笠さんは一日の猶予と兵庫県内でかくまう予定の旨を説明します。それを受け、吉田会長は成美さんに連絡し、関西に戻ってくるよう指示します。これに対し成美さんは難色を示します。成美さん自身の勝手な予定では東京から東北方面に逃走するつもりだったらしく、なんでわざわざ山口組に近い場所に戻らなきゃいけないのか。と不満を漏らします。それに対し。 まさか山口組も兵庫県内に隠れてるとは思わないはずだから逆に安全だろ東北南ぞに逃げて隠れ家がバレたらじゃあ次と簡単に決められんやろと説得しなんとか了承を得ます成美さんはしぶしぶながら名古屋まで戻り都ホテルへと移動しますこの頃には吉田会長も山口組の報復を恐れ愛人宅を出て愛人と共に大阪・安倍野のビジネスホテルへと移動していました 16日深夜、中西会幹部補佐稲葉組員田中の運転するあずき色のローレルがまず名古屋に向かいます稲葉さんではなく近藤という方の可能性もあり都ホテルで成美さんを乗車させた後、大阪の吉田会長を迎えに行きます吉田会長は愛人を連れ車に乗り込みましたこの時狭い後部座席で成美さんと吉田会長は喧嘩になります ようやくするとどこのヤクザが逃げるのに女連れていくバカがおるか。ということでした追加資料を見る限り成美さんだけではなく正義団内では二代目会長をバカにしていた風潮もあったようですいずれにせよ吉田会長の言い分では「こいつが警察にしろ山口組にしろ捕まったら忠誠会が関わったことがバレるやろよそ様に迷惑かけるわけにはいかんから連れてきた」 というものでした。なるみさんは釈然としないままでしたが、吉田会長の言うことにも一理ありました。この時点で警察側から見れば吉田会長と愛人は逮捕すべき対象ではありませんでしたが、重要参考人であることは間違いありません。またホステスの証言から、この頃には愛人がベラミに偵察で働いていたこともばれていました。 騒がしい3人を乗せ車は兵庫県三木市しじみ町広野五丁目にあった中西海三木事務所へと到着します17日朝3時車から降りた3人を中西海小南秋丸の2人が迎えますここで3人は19日まで過ごすこととなるのでした山口組警察の動きここで山口組と警察の動きも確認しようと思います 警察が成美さんの犯行と断定したのは13日夕方でした成美さんが逃亡時に落としたとみられるやッが現場近くで発見されますこのポケットの中に割れたサングラスを発見そこから指紋を採取し照合した結果でした犯人は成美さんと特定したものの当初は山口組側に情報が漏れるのを恐れた警察はこのことは公表せずに捜索に動きますしかし 山口組側もおぼろげながらではありますが大日本正義団の清という男が犯人であることを突き止めたのもほぼこの時期でしたまた事件時田岡組長の傍らにいた4人のうち細田羽の領主は早々に犯人確保のために潜りました現場検証のためベラミに残った細田さんは事情聴取後すぐのタイミング病院に付き添い山健さんに状況を説明しながら責任取って切腹します と言っていた羽根さんは緊急幹部会後のタイミングでそれぞれが潜ったとされています山口組員が成美さんの本妻と愛人に接触した形跡はありませんが愛人の実家の九州の古島にまでヤクザ風亭のそれらしい人物が嗅ぎ回っていたとのことが後に警察の捜査で発覚したこともありますまた警察側が成美が飛行機で韓国に逃亡したとの情報を受け 食堂を固く捜査しましたがその時パスポートが発見され事実ではないと判断されたこともあったようですまた襲撃された側の山口組でしたがこの機に乗じて拳銃を持った組員が田岡邸に入ったという無理やりな理由で固く捜査を受けたこともありました一方マスコミ各社も事件翌日には根拠もなく大日本正義団松田組菅谷組の名前が列挙され それぞれぞ独自の論説でこの事件の犯人探しを煽り立てていました。といったところで今回の動画は終了とさせていただきます。続きが気になる方は高評価チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画で。